やるじゃないか。はい、宇佐美です。今日はですね、チップスター食べてみたいと思います。チップスターってあまり血糖値を上げないらしいんですよ。で、実際にやってみたいと思います。ではまず食べる前の血糖値を測ってみたいと思います。電極刺します。それでは針を刺します。空腹時の血糖値204でございます。良くないです。みんな大好きチップスター、食べて1時間後にまた測ってみたいと思います。よくしょ、本当かな、上がらないって本当かな。もし本当だったらね、これを食べていいってわけじゃないですよ。これを食べても血糖値がそれほど上がらないんで、もう本当にお腹が空いてたまんないという時にこういったものを食べればいいんじゃないかという検証ですね。普通にうまい。でこれ半分ぐらい食べて、それから1時間してまた測りたいと思います。ポテトチップスを半分食べました。半分食べて1時間後血糖値は上がらないのか試してみます。電極刺します。針刺します。さあ205からどうなったか。5、4、3、2、1。あれ ?180 になりました。なんでやねん。つまりポテトチップスを食べてもそんなに上がらないってことですかね。まあそれで納得しました。また別の機会にですね、ポテトチップスもう一回食べてちゃんと測ってみたいと思うんですけれども、とりあえず血糖値にそれほど影響しないと思います。ポテトチップスめちゃくちゃ食べてたら塩分多いんで、ほどほどにということです。お腹が空いた時にはちょこっと食べるぐらいにはいいんじゃないでしょうか。チャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また何か撮ります。Yeah.